HMS ハザードは、イギリス海軍のドライアド給水来訪艦。同盟を持つ艦としては六隻目。1九百一年に、世界初の潜水母艦に改造された。九百十二年二月二日、潜水艦 a 三と、死者十四名を出す、衝突事故を起こした。九百十八年一月二十八日に、病院船、ウェスタンオーストラリアと衝突事故を起こし、 沈没した。ドライヤド級は、二国標準主義を確立した1889年海軍国防法に基づいて建造された永久駆逐艦と同時期に発注された。これらの水雷砲艦は、当時の基準では小型艦ではなく、第一次世界大戦時の駆逐艦よりも大型だった。1894年2月14日に,に浸水し、 1995年7月24日に収益した。1897年6月26日に、ビクトリア女王の即位60周年を祝って、スピットヘッドで行われた観観式に参加した。1897年2月、クレタ島で発生したオスマン帝国の支配に対するキリスト教徒の反乱に介入する目的で、イギリス、オーストリア、フランス、イタリア、 ロシア帝国の艦船で他国籍軍が編成され、ハザードはイギリス艦隊の一員としてこれに組み込まれた。艦隊の提督たちは、クレタ島を暫定的に統治するための評議会を結成し、島の統治に必要な資金を捻出するため1998年9月、初旬にカンディアの税関をイギリスに引き渡すよう命じた。9月6日、武装したトルコ系住民が税関と、 イギリス軍の野営地と病院を襲撃し、イギリスの兵士やキリスト教徒の住民を殺害した。この事件の際、現場に居合わせた唯一の国際艦隊の艦船だったハザードは、増援部隊を上陸させ、4.7インチ砲を発砲して遊軍を支援したが、現地のオスマン帝国軍は、治安の維持、回復やイギリス民間人やクレタのキリスト教徒の 保護活動をほとんど行わなかった。ハザードは4人の戦死者と数名の負傷者を出した。艦長のルイス隊員はこの時の選考により、中佐に昇進し、軍医のウィリアム・ジョブ・メイラードは、ビクトリア十字章を授与された。また戦死した水兵たちの記念碑が、マルタのアッパーバラック庭園に建てられた。1901年、ハザードは、世界初の潜水母艦に改装された。 同警官の中でこの処置を受けたのは、ハザードだけである。8月20日、94名の乗組員が着任し、艦長には、レジナルド・ベーコン大佐が就任した。ハザードは、新しい任務に当たるために、バローイコールインイコールファーネスに移動した。1902年夏ハザードは、ホランド急潜水艦、ホランド2、ホランド3及び魚雷艇、ナンバー42を率いて、 ポーツマスに行き、そこで潜水艦、ホランド1、ホランド4及びホランド5と合流して最初の潜水艦隊を構成した。8月16日、エドワード7世の体幹式を記念してスピットヘッドで開催された艦艦式に参加した。1912年2月2日、チャールズ JC ・リトル大員の指揮下のハザードはソレント海峡での演習中に永久潜水艦、 A3 と衝突事故を起こした。A3 は浮上しようとしていた際に誤ってハザードに衝突した。A3 は沈没し、14名の乗組員は全員死亡した。1914年8月、ハザードは第四潜水艦隊の母艦として活動した。1918年1月28日、ハザードはワイト島から東へ。 約2.4マイルの海上で濃ムの中、病院船、ウェスタン・オーストラリアに衝突されて沈没した。この事故で、ハザードの乗組員4名が死亡した。この事故では、ハザード艦長に、当初、ウェスタン・オーストラリアが停泊中であると誤認するなどの過失があった。現在、ハザードの艦隊は、水深30メートルの海底に2つに分断され、 艦艇を上に向けたお状態で沈んでいる。残骸の一部は無断で引き上げられて行方不明となっている。沈没地点は交通量の多い航路に近いことと水中の視界の悪さもあってダイビングスポットとしての人気はない。